続いてはカフェのコーナーです。今週は新型インプレッサについて詳しくお話を伺ってまいります。ご紹介いただくのは桐生店の和田翔太さんです。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、和田さん、去年の10月に発売されたこの新型インプレッサなんですが、今回モデルチェンジになったということで、さらにこう安全な車になっているんですね。はい、そうなんです。9月11日に発表、10月5日に発売された新型インプレッサ、こちら B タイプですね、は強みのある安全性能が一段と強化されています。新型インプレッサといいますと、国産車初となるこの歩行者保護エアバッグと、運転支援システムのアイサイトバージョン3標準搭載ということで、世界トップレベルの安全性能がもう高く評価されていますよね。はい、おかげさまで、昨年発売してから多くのお客様にご好評いただいております。では今回のモデルチェンジで追加された2つの機能をご紹介してまいりたいと思いますが、田下さん、後退時ブレーキシステムという機能はご存知ですか？これも、聞いたことありますね。確か新型レボーグが発表された頃、このアイサイトに新しく追加されたこのぶつからない機能ということで、ご紹介いただきましたけど、その新型レボーグから確か採用された機能でしたよね。そうですね、この機能は R レンジの際に車両後方に障害物を検知すると警告表示と警報音で障害物の接近レベルを知らせてくれて、衝突の危険性がある場合は加速制御とブレーキ制御を行い衝突回避を図ります。確かリアバンパーに装着されたこの4つのソナーセンサーが障害物を検知して知らせてくれるんですよね。はい、その通りです。センサーが障害物の接近をしっかり見張ってくれて、万が一の際には自動ブレーキをかけてくれますので、後方が確認しにくいガレージへの車庫入れも安心ですよ。そうですよね、狭い場所での駐車、さらにはこう視覚で見えない障害物などがあった場合に、とても助かる機能ということが言えそうですが、駐車が苦手な方でもこういった機能がサポートしてくれるおかげで、やっぱり一安心といったところでしょうかね。はい、ちなみに新型インプレッサはこの機能が全車に標準装備となっております。こちらの機能も全車にこう標準についているということなんですね。そうなんです。では次に2つ目の追加機能ですが、梨田さんはこちらもご存知かもしれませんね。アイサイトセーフティープラスの視覚拡張としてオプション展開されたサイドビューモニターです。アドバンストセーフティーパッケージがこのアイサイトセーフティープラスとして、確かこれ新展開されましたよね。確かサイドビューモニターは視覚になりやすいこの左の前方を確認できる、そんな機能でしたね。はい、まさにその通りです。助手席がドアミラーにカメラを搭載し、ドライバーから視覚になりがちな左前方の映像をマルチファンクションディスプレイに表示してくれますね。狭い道でのすれ違いだったりとか、道幅への幅寄せ駐車など、そういった時にアシストしてくれるので、かなり便利です。そうですよね、新型インプレッサはこの強みである安全性能を、さらに一段と、強化して、さらに安全な車になったということが言えますが、アイサイトは、とても便利で、安全安心そんな機能ではありますけれども、あくまでもこれ運転支援ということ、これをやっぱり忘れてはいけませんね。はい、アイサイトに頼った運転は絶対にしないでください。はい、今回新型インプレッサは全方位にぶつからない車を目指し、さらに進化しています。皆さんぜひ体感してみてください。さらに進化しましたこの新型インプレッサ、皆さんもぜひ体感していただきたいと思います。今週は桐生店の和田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。